時刻3時39分です。続いては今日の夕刊読み比べ。今日のコメンテーターはジャーナリストの岩上康美さんです。岩上さん、はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は 21.8 度、なんか心地よい感じ、ちょっと風が強めですが ね、さあそれでは参りましょう。今日の夕刊読み比べ、まずこちら。今日の夕刊婦人、金環日食列島大騒ぎ。はい、私も JR の新宿駅で見ました。太陽が月に隠れてリング状指輪のようになった金環日食。暗くなったんですか？あのね、ちょっとです。周りの風景というか周りが、まだほんのちょっとです、ね、いや明るいんですね。明るいんです。だからあの外側だけでも太陽十分なんですね。十分な明るさ持ってるっていうね。これには見てないんだ。見てないんだ。よかったよ。気がついたらもう超えてる。いやいや、今日さっき言われて、え、そうだったの。そういうこと。すみません。食いつきがね、あれだったから一緒だなと思って。でこれをね、テレビ中継しちゃって。はい、え、なんでって。だって外へ出れば見れるんでしょ。ただところによっては曇りで見えないだとかいろいろあるんですよ。だから、ね、ラッキーにも、まあ、東京近辺では見えたっていう。 IWJ で中継しなかったんですかって言われたんですけど、そんなもん中継しろって僕が言ったらスタッフ怒ります。もう眠いって。そのほかだね。ね、もう毎日毎日大変なんですよ、はい。続いてはこちら。今日の日刊現代より、TPP 政府代表に決まった外務官僚 OB の評判。はい、TPP 環太平洋経済連携協定の政府代表に外務省出身で WTO 世界貿易機関の元上級委員大島翔太郎氏の起用が決まったと。うん、で大島氏について日刊現代は、日本の命運を任せて大丈夫な人物なのかと伝えています。で TPP の政府代表というのは、その強硬姿勢で市場開放を要求しているアメリカなどに対してですね、日本の国益とか立場、まあ、これをよく考えて交渉する役割、まあ、これが求められるわけです。アメリカの言いなりにならない、言いなりになれば国内の反対派の声が強まるのは必至だけに、まあ、責任は重大です。で政府当初ですね、外交安全保障担当の長島昭久首相補佐官、総理補佐官の起用を考えたが、まあ、断られたと。まあ、その他にも何人か外務省の OB に白羽の矢が立ったんですけれども、まあ、それもどうも断られたようなんですね。で、最後に残ったのがこの大島翔太郎さんという方なんですけども、どうなんでしょうね。まあ、あのそもそもね、WTO のこのポストを、はい、捨てたわけじゃないでしょうけれども、はいはい、そういう上級委員だった方が、TPP の方に行くっていうこと自体、TPP 経営者あまりにも、っていう感じがするんですよ、はい、重視しすぎる。で WTO のポスト上級委員っていうのは、これ、はい、WTO が発足して以来ですね、ずっと日本が占めてたんですよ。ところがこの後任のポストにですね、日本側から2人立候補したんですけれども、はい、韓国にポストを奪われちゃったんですね。ちょっと存在感がなくなっている、そんなところで TPP だ、これね、ちょっと馬鹿げてると言いますかね、そこまでのことかと、 TPP は、はい、ということがまず大事だと思うんですね、はいはいはい。続いてはこちら。今日の日刊現代より、利根川から検出されたフルマルデヒド、汚染源特定できず。利根川水系の浄水場で有害物質のホルムアルデヒドが検出された問題、群馬県昨日汚染源や原因物質は特定できなかったと発表しました。で、このホルムアルデヒドとなる化学物質を扱います高崎市の化学メーカーの排水を調べました。調べたところ基準値を下回っていたと。だからますますその出どころがわからないってことなんですね。でまずこのホルムアルデヒドっていうのは、まあ、あの聞いたことあるって方たくさんいらっしゃるかと思います。一時あの例えば新築の建材、はい、でです ね、 ですね、宿発症候群の元になるということですね、はいはい、目がチカチカするだとか、はい、頭痛がするだとか言って、で現在 の、 その最近の建材ではこのホルムアルデヒドの使用は抑えております。で一時柏市など5つの市でおよそ34万世帯が一時断水するという騒ぎとなったんですが、これ汚染源が特定できないっていうのはこれどういうことなんでしょうかね。やっぱちょっと遅い、初動が遅かったっていうのがあると思うんですよね。まあ、言い訳としては川ですから、はい、スピーディーに流れていく、はい、そういう水をですね、取水して分析して、すぐに状況はつかめなかったというような、まあ、弁明もね、あるようなんですけれども、
でもまあスピードが遅かったということと、それからあとちょっと気になるのは、それに対してですね、とりあえず水で希釈して流したというですね、またここでも希釈回答、まあ皆さんね反射的に放射能問題を思い浮かべると思うんですけれど、薄めればいいって話かっていうことですよね。やっぱり原因を特定できないと今後も繰り返す恐れがあるのではないか、どっかから絶対にまあ、混じったわけですよね、はい、自然界にあるわけじゃないわけですから、ということはやはり徹底した調査は必要なはずですよね、そういったあたり、まあ、薄めりゃいいやっていうことでは僕はね、ないと思うんですよね、